よし、レッドストーンゲット。この辺の石もなんか掘っちゃうかしら。ホリーホリー。うわー、シルバーフィッシュー。やばいわやばいわ、どうしましょうどうしましょうどうしましょう。あいつ大丈夫？大丈夫ないわー。はい、こんにちは、マーチャンネルマーヘッです。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトの The Bedrock Adventures です。はい、ということでこちら2018年レゴマインクラフトの新商品の最後かな。そう、うん、The Bedrock Adventures っていうね、うん、日本語ではベッドロックの冒険っていうみたいですね。ベッドロックってなんだろうね、わかんない。とりあえず早速組み立てていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・ベッドロックアドベンチャーですね、うん、こんな風な結構大きなセットになってますね。すごいよね、うん、いろんな要素が今回ありますね、うん、こちらの方は草原かな、うん、からの洞窟に入っていって、でここスポナーあったりとか、うん、こちら行くと森になるのかな、うん、そうだね。で危険の看板があるね。右側の方の草原にはスティーブがいますね、うん、スティーブはこの鉄のスコップかな、うん、鉄か石のスコップ持ってますね。そうだね。でバケツがあって、この裏にはチェストがあって、一応鉄の剣かな入ってますね、うん、あとはクラフトテーブル、うん、があります。それでこのスティーブの下行くとですね、なんと線路がありますね、うん、これ裏側なんだけど、うん、分かるでしょこれ何か。あー、廃校か。そう、廃校なの。あー、すごいね、廃校ができてるんだねこれね。でも今回はトロッコはついてないね。そう、トロッコはついてないですね。でここにかまどが一応配置されております。はい、はい、でスティーブからちょっと右に行くと洞窟になりますね。でここにはマッシュルーム、キノコかな、うん、そしてコウモリがこう吊る下がってますね、うん、あ、マグマもあるよ。そう、マグマもあります、うん、でこの下に行くとですね、こうほら TNT とクリーパー、クリーパーがあるんですね。これは危険だね。で TNT の前にちょっとレバーがあると思うんだけど、黒いレバー、うん、あれちょっとポタって倒してもらっていい、うん、あー、そんな感じ、そんな感じ、爆破するわけだね、うん、でこの奥にね、何気にこのエメラルドブロックが隠れてんだね。おー、これ爆破で吹っ飛ばないように注意しなきゃ。でこの洞窟からさらに右に行くと、これスポナーだね。毒蜘蛛スポナーがありますね、うん、で前にこの歯車があるんだけど、うん、黒い歯車をちょっと回してみてくれる。はい、そうすると中にいるね、あ、このミニ毒蜘蛛が回転するんだね。ちょっと見えづらいかな、うん、で毒蜘蛛スポナーの下はこれあれだ ね、 だね、水と溶岩と入り混じってますね、うん、はい、でここにゾンビがいる。その隣にレッドストーンがあるね。あ、そうだね、あるね。で毒蜘蛛スポナーの上にはですね、毒蜘蛛がおりますね。あ、スポーンしたんだ、うん、ゾンビの手前にはアレックスがいますね、うん、でこちら側はこうなんか登っていけるようになってるのかな。そうだね、登っていけるようになって、一番上には木があってリンゴができてますね、うん、あ、ダイヤがある。ちょっと見えづらいんだけどね、うん、ここにダイヤがありますね、うん、でこのアレックスをこの後ろ側の壁、うん、ちょっとギミックがあって、このブロックをアレックスが取るとするじゃんね、うん、そうするとね、取ったらこうシルバーフィッシュが出てくるんだね。おー、すごい、うん、こんな感じですね、うん、はい、ではミニフィグ紹介していきましょう。まずはスティーブだね、うん、スティーブは石のシャベルかな、石かな、鉄じゃなくて石っぽいね、うん、石のシャベルを持ってます、はい、で僕は何もつけてないね、うん、続いてアレックスですね、うん、アレックスは鉄のレギンスと鉄のチェストプレート、うん、あと盾、さらにダイヤモンドのツルハシ、そうだね、うん、この辺を取ってますね。なんで採掘に出かけた感じだろうね。そうだね、はい、続いてこちらゾンビですね、うん、ゾンビも何も装備はしてないね。そうだね、普通のやつ。そしてこちらクリーパーですね、うん、クリーパーも至って普通かな。はい、はい、続いて毒蜘蛛ですね、うん、毒蜘蛛は体がさ、こう濃いブルーだからさ、いかにも毒々しいよねこれね、うん、そうだね。はい、続いてこちらがコウモリですね、うん、コウモリは普段はこうやってね天井にぶら下がってるんだけど、うん、こんな風になってます。はい、可愛いよね、うん。広げるとこんな状態になりますね。可、う、愛、ん、いね。可愛い。そしてこちらがシルバーフィッシュですね、うん。シルバーフィッシュはもう完全にこのレゴマインクラフト用に作られた新しいミニフィグって感じだね。うん。うん、ちゃんとブロックが置けるようになってる、ね。そう、一応ね、ここブロック差し込めるし、上にも何か置けるようにはなってますね。うん、あ、それでね、今あったのはこの箱にあった、うん、もうデフォルトの組み方なんだけど、そうだね、今回ちょっと別のもやってみようか。おお、上に組み上がったりとか、いろいろできるみたいなんで、やってみよう、うん。初めてだね、こうやるの。でまずね、今この組み上がってるやつ一旦外しましょう。うん、これ簡単にね、上に乗っかってる程度なんで、うん、ポコポコと。そうそうそう。この水がある部分が一番下かな。うん、でこれをコの字にするでしょ。あ、こうなった。そしたら。土ブロックで固定だね、うん、はい、
イカマグマでコの字にしてガッチャン。あ、そう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 。で、さらに上もよいしょ、ね、一番上は、一番上に木こうか。お、くっついた。はい、そんなわけでタワー型のレイアウトが組み上がったね。早かったね。これもいいね、うん、こういう立体感のあるレゴいいな。そうだね。うわ、すごい、すごい大きいね。はしごがね、こうやって全部。あ、そうね、うん、この部分ね、はしごが上から下まで全部つながってる、うん、一番上までくれるね。うん、これはいいな、うん、これだと渓谷みたいだね。そうだね、渓谷っぽいね。うん、じゃあもう一個もやってみるか。うん、はい、こちらが最後のレイアウトですね。うん、これもいいね。そうだね、なんかちょうど中くらいの大きさでね。一番最初のやつは一番平べったくて、これが2番目に大きいって感じかな、うん、で、3番目に大きいのがタワーだね、うん、で、実はね、うん、こうやって折りたたんでると、うん、あ、ぴったり？ぴったり。あ、いいね、これ。あ、これいいね。あ、すごいよね。これ、コンパクトになったかも、うん、ふぅ、今日はこの渓谷に行ってみようかな。ティーブー、それならこの私に任せて。すでに装備は万端よ。お、じゃあよろしく頼むよ、アレックス。十分気をつけてね。はーい、はーい。さてと、はしごがセットされてるから平和だわ。お、おや、クリーパーがいる。気をつけていきましょう。おや、あっちには毒蜘蛛がいるわ。キャーストナーよ、気をつけなきゃ。ふう、とりあえず一番下にやってきて。ここは剣に持ち帰る必要がありそうね。行くわよ。あい、どうだ、どうよ、どうよ、よいしょ。やったわ。おや、早速あそこにレッドストーンがあるわね。いただいちゃいましょう。ほり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 、よし、レッドストーンゲット。この辺の石もなんか掘っちゃうかしら。ほりほりほり。うわー、シルバーフィッシュー、やばいわやばいわ、どうしましょうどうしましょうどうしましょう。アレックス、大丈夫？大丈夫ないわ。ふう、とりあえず討伐成功。何かしら。うわー、毒蜘蛛が来たわ。爆弾があるわ。うわー、奥にはクリーパー。あー、アレックス、装備だけでも取りに行こうか。リスパーン。うわ、あ、そうでしょそうでしょ、毎回僕がこうなるのね。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ベッドルックアドベンチャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてくださいね、はい、そしてチャンネル登録が真ん中だけはよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。